じゃあ一回初めて日本に来てからその後また日本に住もうって思ったんですか、その時は。あ、その、まあ、1ヶ月だけ留学して、うん、なんかもっと長く日本に住んでみたい、まあ、留学してみたいなって思って、うん、でまあ、その頃ももうあと1年ぐらいで大学卒業するから、うん、もう、まあ、大学卒業してからにしようってことになって、うん、でも、まあ、私 その勉強した専攻、うん、グラフィックデザインでそのメキシコでそのグラフィックデザインの仕事してたらそんな貯金できない、まあ、お給料が安いから、あのなんかその友達から紹介してくれた、うん、あの通訳の仕事、あ、日本語と、はい、日本語とスペイン語、うん、あのまあ、メキシコでそういう日本の企業、うん、たくさんあって、うん、でその出張で、うん、来てる日本の方はスペイン語を話せないから、うん、そういう通訳の人、うん、あの結構重要がある、ね、はい、そうそうです。だからそんな日本語喋れなくてもっていうか、なんか中級レベルぐらいの人でも通訳できる、まあ、苦労します。なんかむ難しいなんかエンジニア用語、うん、あ、たくさん出てくる。私はもうグラフィックデザイン勉強してなんかエンジニア、そういう機械のなんか部品とかの名前全然わからなかったから大変でした。確かに。で、1年ぐらい働いたら貯金できて日本にあの留学しました。そうなんだ。お給料は結構いいんだね。はい。日本語そんなに上手じゃなくても。はい。いいね。でも確かに日本のいろんな会社とかね、多いとかは、はい、確かにイメージ、うん、自動車、あ、自動車メキシコで作ってる日本の自動車、はい、そっかそっか、なるほど。まあロシアも確かにそういうのあったね。今日本に4年ぐらい住んでみてはそれはいかがですか。うーん、難しいですね、そのコロナのせいでそんな、うん、で出かけてない、出てない家から、家で猫ちゃんと、うん、はい、ちょっと、うん、あの家の中まあメキシコとその、うん、やっぱり治安が良くて、ね、安全で、うん、メキシコって特になんか本当に危ないイメージあるからね。治安が悪いです、うん、危ないです夜一人で散歩とかもできない、うん、まあ、昼とか、あの昼とかそういう、うん、でも危ないです、ちょっとあまり、うん、なんか常にカバンとか携帯、うん、財布、うん、あの確認、なんかあるか確認しないといけない、うん、その歩いてたら急に取られてる。そうだよね。あ、まあ、日本はね極端に治安がいいからねなあ、そのカバンですね、なんかもうそんなもう注意がなくなってるかな、うん、そんな見てない、安心する、はい、うん。じゃあなんか日本人とのなんだろう、人間関係っていうか、多分ラテンの人は結構こう情熱的、いろいろなんか挨拶はハグしたりとかキスしたりとかするかもしれないし、なんだろう、ご家族とか、まあ、何大きなパーティーとかで結構人をいっぱい呼んで、まあ、それこそ騒いだりとかあるかもしれないけど、日本はそういう意味でなんかみんなおとなしい、なんかそれは どうですか、その日本人の性格というか、なんかどっちの方が自分に合うとかある。私なんか変わったメキシコ人ってよく言われて多分やっぱり日本に合う、その文化的な、なんか、はいはいはい、私もそういううるさい音楽嫌い、うん、でそういうなんか会話もなんか人よくなんか近くに喋ってたりなんか大きな声こうなって、であとはなんだろう、なんかスキンシップとか、あ、それも苦手。なんかハーグとキスも苦手、うん、なんか私の家族はそんなしない、なんか普通の家族はよくハーグしたり、なんか、うん、なんか愛してるみたいな、そういうよく家族で、家族でも言うんだ、でもいい、子供とか、はい、へとかデキエロとかそういうよくなんか言ったりするけど、私の家族は逆に冷たい、なんていうのかな、そういう、うん、普通のメキシコの文化はにとはちょっと違うんだ、はい、まあそれはね人それぞれだと思うけど、
そうなんだ。まあロシアもそうだよね。まあ言う人もいるけどそこまで言わないし。うん、挨拶はどうなの？挨拶はでも友達と挨拶するときはハグでも、あ、まあ親しい友達、キスは全然しない。いやキスメキシコ、うん、メキシコでキスしなかったらなんでキスしてくれなかったのかな失礼だねみたいな言われる。そっか、なんかそれって本当に何どこほっぺ唇、ね、ほっぺほっぺにキス本当につける、はい、つける、なんか音だけっていうのもあるけど、はい、音じゃない、あ、それもあるけど人によ よりますね。ちゃんとこうキス してくる人もいい、でそういうなんか例えばクリスマスのパーティーがあって家族みんな呼んで、でもうか先に帰るときはもう必ず全員にそういうちゃんとハグとキスしないといけない、めんどくさい確かに時間かかるね、はい、そっか、なんか日本は何でもこうお辞儀で済むからまあ便利はい、そうだからその逆に日本に来て、うん、その、まあ、友達とかそういうだなのパーティーとかそういう行くとき、うん、キスしなくていいのはいい、なんか嬉しい気が楽だね、はい、確かに。そう、うん、なんか電車内会話できないとか、あ、そのマンションとかアパートだったらなんか10時過ぎたらもう洗濯機とか掃除機かけられない、あ、日本だと そこまで、まあ、厳しい。福岡県にいた時はそう言われてた、学校、あ、学校のなんかその住んでるところ、そっかそっか、でも寮学校の寮じゃなくて普通の家だったけど、もうそういう音になるから迷惑ですって言われてて、今住んでるところもそういうなんか気をつけて、まあ、なんかもう10時過ぎたらもう音しない、うん、すごい。でもなんかちゃんとしてるね。なんか外国人は逆になんか騒ぐイメージとかあるかもしれないけど、いや怖い怒られるの怖くてもちゃんとルール守ってそうだよね、うん、そうそうそう、まあ、そういうちょっと、まあ、あんまりルール守ってない外国人は、まあ、いるかもしれないけど、大体ねちゃんとみんな守ってるよって、まあ、長く住みたい人は多分守ってる、うん、長く住みたい人ね、確かに。そっか、メキシコは、まあ、分かんないけど、なんかイメージはみんないい家持ってる、はい、そう、まあ普通はそう、一軒家、うん、で、なんか私の、うん、まあ、実家 そのお隣に住んでる人は必ず、まあ、週末、金曜日とか土曜日になったらスピーカー出して、うん、なんかパーティーみたいな、もううるさくて3時ぐらいまで、でそれは普通、もう警察に呼んでもなんか連絡しても普通すごいな。いやそれね、ラテンの文化また違うから、まあロシア人もまあいろいろあるけど、そこまで多分そこまでじゃないから。じゃあ今日はラウラいろいろお話、面白い話話してくれてありがとうございました。じゃあラウラのチャンネルもぜひリンクありますか。でもスペイン語だよね。あ、スペイン語です。チャンネルがスペイン語だけど、まあ、もし興味ある方がいたら見てみてください。お願いします。じゃあ今日もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。